ここは北海道南西部にあります白老町です。海と森林に囲まれた自然豊かな町で、アイヌ文化の拠点ウポポイなどがあります。海と山と湖の美しい風景や美味しい海の幸、山の幸が堪能できる町でもあります。その中でもお気に入りの店、茹でたてのカツガニが食べれる、以前の動画でご紹介しましたが、カニ王さんに再びやってきました。店の看板もきれいに塗り替えられ、とてもいい感じになりました。この店のシステムは、予算に応じて生けすでカニを選定し、店内で茹でたてのカニを食べたり、持ち帰りにしたり、地方発送したりとが選べます。なんといっても冷凍物と違ってカツカニの味の奥深さがたまらない。今回は登別温泉に宿泊した帰りに来店しました。平日の11時頃でしたが、先客が5組いまして、しばし順番待ちです。それでは早速イケスに参りましょう。これやつ、これが確か 1.3 ぐらいあったやつ、これですね。これはね、ちょっとね、高いです。そうですね、これはもう食べる分じゃないです。これ400から500ぐらい、ですからまあ3500円前後からスタート。あ、でもそれでもすごいよね。うわぁ、これは高いです。これも3つの中で選びましょう。すごい。さあ、向こうで測ります。520から540、これ 20g 系なんで、520から540って表記になります。あ、これ9時ぐらい、これやめた方がいい。そうするのはこっちなんです。こっちの方が大きいです。これでサービスでいきましょう。あ、すみません、ね、これ4000でいきます。いいですか。はい、今、最初の缶が入ってるんで、はい、あれ上がって、塩目を合わせてやるんで、ちょっと20分、30分かかっちゃうけど、大丈夫ですか。はい、じゃあこれでいきます。はい、お願いします。先客のカニが終わり、待つこと20分ほど。はい。
カニ王さんのカニは味よし身入りよし再確認しました。毎年7月第3土日にカニ王祭りが開催されます。当日は持ち帰りのみとなりますが、地元産のカニが格安で販売されます。ぜひ覗いてみてください。北海道の美味しいカニがここにあります。